アイスレーベン軍はドイツ民主共和国のハレ県に存在した軍である。再統一後の1990年から1994年まではドイツ連邦共和国のザクセンアンハルト州の軍だった。現在はザクセンアンハルト州のマンスフェルトズユートハルツ軍の一部となっている。軍長はルターシュタット・アイスレーベンに置かれていた。ルターシュタット・アイスレーベン近隣の主要な町村は アールスドルフ、アンナローデ、ベンドルフ、ボルンシュテット、エルデボルン、ヘダースレーベン、ヘルブラ、ヘルギスドルフ、クロスターマンスフェルト、ポルレーベン、ベーブリンゲンアムゼー、ジービゲローデ、ジーアスレーベン、シュテッテン、フォルクシュテッド、バンスレーベンアムゼー、ビンメルブルク、ボルフェローデであった。アイスレーベン軍に接していたのは、北から時計回りに、ヘッドシュテット軍、ザール軍、クベアフルト軍、 ザンガーハウゼン軍であった。1950年7月1日、ドイツ民主共和国のザクセンアンハルト州の一部だった、時に最初の領域改革があった。以前は、軍独立市であった、ルターシュタット・アイスレーベンと、マンスフェルダー税軍、マンスフェルダー・ゲビルクス軍の一部が合併して、アイスレーベン軍が形成された。1952年7月25日に、 さらなる領域改革が発表され、アイスレーベン軍から新たにベルンブルク軍とヘッドシテット軍が分離した。残余部分と旧ザンガーハウゼン軍からアイスレーベン軍が形成され、新設のハレ県の下に置かれた。1990年5月17日、従来のクライス・アイルバンからロンド・クライス・アイルバンへと解消された。1990年10月、 ドイツが再統一すると再建されたザクセンアンハルト州の下に置かれた。1994年の軍改革で今度はマンスフェルダー軍となった。2007年7月1日にこの軍はザンガーハウゼン軍と合併し新たにマンスフェルトズユートハルツ軍になった。地区の経済はベブ・マンスフェルトコンビナートビルヘルム・ピークによる同行参と 同処理によっててめられていた連邦道路80号線がノルトハウゼンとハレに向かっており、連邦道路180号線がマクデブルクとエルフルと、連邦道路242号線がハルツ山地に向かっていた。加えて、鉄道路線では、アイスレーベン軍で、ハレマイナスアイスレーベンノルトハウゼンと、ベルリンザウンガーハウゼンブランケンハイムの路線が交差していた。 自動車やトレーラーは、およそ1974年から1990年末までに、KG と VG の文字ペアで始まった特徴的な30音字の記号が割り当てられていた。あとは、VH30 から01から VH60 から00がオートバイを示すために使用された。1991年の初期は、軍には、i イルの識別文字が与えられた。 これは1994年6月30日まで発行された。2012年11月27日以来はマンスフェルトズユートハルツ群で使用されている。ありがとうございます。